皆さんこんにちは。日本一の金運寺、日本一宝くじが当たる吉蔵君の超福寿寺第56世住職を務めております今井長秀です。いよいよ金運アップの春財布のシーズンに入りました。この春財布2月の4日から始まります。このシーズンに5月の後半ぐらいまでが春財布の金運アップの金運増大の春財布のシーズンなんですけども、その間にお財布を新調してしっかりと金運財布を作り上げることによって、皆様方がお金持ちへとどん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 近づいていくことができるんです。ぜひ今特に3年以上同じ財布を使ってるよとか、2つ折り財布を使ってるよという方は、この春財布のシーズンに合わせて、お財布を新調してください。吉日を選んで新調してください。長福寺でも新しく金運増大のお財布を授与させていただいております。2色、まずは金色のゴールド、お金持ちゴールドと言います。私が一番おすすめするお財布です。もちろんこれ私も愛用させていただいております。本当にキラキラ金色でしょ。金色は恥ずかしいという方いらっしゃるんですけども、だからお金持ちになれないんです。これぐらい、もうこれでもかっていうぐらいの金色を持つことによって、皆様方のお心のなんて扉が開くんですね。パワーが出せるようになるんです。皆さんなんか閉じ込めちゃってるんですね、パワーを。心の扉を閉めて閉じ込めちゃってるんです。もったいないです。思い切ってこれぐらいの金キラ金のお財布を持つことによって、大きく心の扉開くんです。一度チャレンジしてみてください。とにかく私はこの金色のお財布、ゴールド、お金持ちゴールドと言います。このお金持ちゴールドがおすすめです。中もね、お札がたっぷり入るようになってます。二つ折り財布じゃダメです。長財布です。お金様が居心地がいい場所を作る。お財布というのはお金の神様のお祭りどころです。単なるお金の入れ物ではありません。そのお金の神様が居心地いいようにして差し上げることがとても重要です。ぜひこのお金持ちゴールドお求めになってください。住職一押しでございます。もちろんゴールドがちょっとという方のためにセレブシルバー、シルバーのお財布もご用意させていただいております。セレブシルバーです。女性の方などはね、シルバーというのはとても上品に見えるかと思います。まあ、あとはお好みでございますが、とにかくこの2月4日から始まります金運財布のシーズンに合わせて、どんどん金運財布を作り上げる行動をとってください。詳しくは私の本金運財布の作り方を読んでいただきたいのですが、ポイントが10ございます。その10を実行することによって皆様方の金運パワー大きく高まります。お金持ちになれます。その第一番目は、お財布を新しくするということです。ぜひ、金運増大、キラキラ財布、お求めいただいて、お金持ちへの第一歩を踏み出してください。本日は、誠にありがとうございました。